はい、こんにちは。高3からの質問で、この X8 番やってみますね。下の表は10人の生徒 A から J の数学と国語のテスト、それぞれ20点満点の得点をまとめたものです。で、A と B は整数。まあ、これ整数ね。なんか、これ数学の点数が10人分、国語の点数10人分ね。で、1番。数学のテストの平均、得点の平均が12の時の A の値。まあ、これはいきますね。で、2番。国語の点数のテストの点数の中央値を B の値によって場合は、これが難しいですね。難しいというか、めんどくさいですね。偶数個だから、左から数えて5番、ちっちゃい順から数えて5番目と6番目の平均値を取らなくちゃいけない。ちょっとめんどくさい。3番。5人の生徒 ABCDE の数学のテストの得点と国語のテストの得点の相関係数を求めなさいと。まあ、これは答えですけども、じゃあ行きましょう。1番、平均だからこれはまあいけますね。10人だから 10で割って、14足す10足す最後 A までで、それが12になればいいと。1番平均が12だからということは、これでちょっと省略しましたけど、 A が11ね。これは回答です。で、2番、ちっちゃい順に並べると8、9、10、12、13、15、16、16、18と。今これ9人分で、10人目の B がどこに来るかと。じゃあ場合分け、これ4つです。1個目、 B が12、まあ、つまり B がまあどっちでもいいんだけど、ここに来るか、もしくはそれより以降に来るかと。いい。そしたら12がここに来るので、 B が0以上12以下だったらね、じゃあ中央値は左から5番目と6番目だから12と13の平均値ですね。それで、中央値は 12.5 と。で、次、B が13だった場合、じゃあ、ここに13が来ると、13、左から5番目と6番目が13、13だから、中央値は13ですね。で、今度、B が14の場合と。14の場合。14っていうことは、この左が5つの5番目が13か。だから、13と14の平均、平均、B が14か。ごめんなさい。14、ここか。3、4、5。1、3、4、5、あ、間違った。これちょっと計算ちゃうわ。これ13と14、計算間違ったですね。だからもう一回言うと、今初めの説明で合ってるんだけど、13と14だから、これとこれが5番目6番目だから、2分の13足す14ですね。これ初めに書いてるの違うわ。答え合ってるんだけど、じゃ答え 13.5 ね。で、今度 B が15以上から20以下、つまり15だったら13と15の間になるかですね。だからこれとほぼ言ってることは一緒なんだけど、この点数がちょっと変わってくると。じゃあ13と15の平均値で14点ね。じゃあもう一回回答。 B が0以上12以下の時は 12.5 点と。 B が13の時は13点と。 B が14の時は 13.5 点と。 B が15以上20以下の時は14点とという場合分けをね、作ってください。で、次がちょっとめんどくさいんですよね。説明がめんどくさい。3番。今度 ABCD5 人で済むんだけども、5人の国語の平、あ、数学か。数学の平均値、だから数学の点数を X、国語の点数 Y、で、数学の平均点を X バーとしますよ。で、国語の平均点 Y バーね。じゃあ X バーは12ですね。Y バーが15ですね。この5人分ね。で、それぞれ表を見ました。x-x バーがこう、y-y バーがこう、あ、バーがついてるの平均値ね。で、x-x バーの2乗がこう、y-y バーの2乗がこうね。つまり、これの2乗がここと。これの2乗がこれね。で、あとは x-x バーかける y-y バーね。はい。じゃあ、それぞれ数学の得点の分散は、sx の、まあ、sx2 乗と書く必要ないんだけど、16、だからこれを人数分で割ったんですね。分散だから、SX の2乗、だからこれの2乗の、平均値ね。だから5分の16と。じゃあ同様に、国語の得点の分散は、36を5で割ったやつ。じゃあ標準偏差はそれにルートをつける。プラスの平方根だから、数学の得点の標準偏差 SX はこれにルート、プラスのルートね。プラスの平方根。で、国語の得点の標準偏差 SY は、これのプラスの平方根と。で、共分散は、これを
人数で割ったやつですね。5分の18。じゃあこれで出ますね。以上より R イコールと SX×SY 分の SXY と。ということで、ルート5分の16かけるルート5分の36分の5分の18と。で、計算してください。5がこう消えて、4分の3。4分の3ですね。答え 0.75 と。分数はまずいので、小数でね。0.75 としてください。ちょっともう一回、通していきましょう。めんどくさいのは2番。まあ、3番もめんどくさいんだけど、2番ですね、めんどくさいのは。じゃあもう一回問題見せて、じゃあ30秒くらい指摘します。